こんばんは。まいちゃん笑わないよ。まいちゃん。今本気でやってた。本気だよ今。いつもの、こんばんは。腹から声出してました。おやすみです。いつも違いすぎないそれ。え？今日はじゃあこういうスタイル。はい、こんばんは。今日も。今日はマイディッシュでーす。今日は何を作るかと言いますと、明太子パスタです。そんないつもでーすって言ってたっけ。今日はパスタ第2弾です。で、今日ほど簡単なマイディッシュはないですけど、超絶美味しいんでぜひ作ってほしいです、本当に。で、今日の材料は、まあ、明太子でしょ。明太子、バターと三つ葉と、あとこれがポイント、青さとパスタ、5個の材料で作っていきたいと思います。で、今日は1人前で作ってほしいですっていうリクエストをいただいてたので、今日は1人前で作っていきたいと思います。本当にまず簡単なので、いきなりパスタを茹でます。で、その間に準備します。行こう。で、パスタを茹でるんですけど、1人前とかの時はもうこれで、よく皆さん知ってると思うんですけど、電子レンジで茹でられるやつ、もうこれが楽なんで、もうこれでやっちゃいます。で、パスタを、はい、1人前、はい、パスタ1人前を入れます。まあ、こんなのは見せるまでもないと思うんですけど、一応。で、お湯を入れます。はい、こんなで、塩で、まあ、小さじ1杯ぐらい入れます。で、もうチンしちゃいます。で、これをチンしてる間にパスタソースを作っていきます。なんで、だいたいこれチンが9分ぐらいだと思うので、チンしていきます。はい、で、今パスタを茹でてます。茹でてるっていうか、まあ、チンか。で、その間にソースを作ります。ボウル1個、はい、で、ボウルにバターを1個入れます。はい、青さ、これがスーパーで1袋100円ぐらいで売ってました。で、結構多分何でもおにぎりとかに混ぜたりしても美味しいと思うし、まあなんかお好み焼きにかけても美味しいと思うし、まあ、お味噌汁とかに入れても美味しそうで、ちょっと大体でやっちゃうんですけど、まあ大さじ1ぐらいかね。こんな感じです。はい、で、基本的なソースはもうこれで終わりです。バターと青さ、これでもう超絶美味しいソースができるんで、もうこれで基本的には終わりです。で、残り6分でパスタが茹で上がるんで、明太子を今日は焼きます。で、これ焼くと明太子の香ばしさがすごいこう出て美味しいんで、ぜひ真似してみてください。で、明太子、で、片面だけ焼きます。ちょっと明太子跳ねやすいんで気をつけてください。僕のおすすめは結構しっかり目に焼く、焦げる手前ぐらいまで。はい、こんくらいしっかりめに焼きます。で、そしたら三つ葉出します。
はい、でパスタが今ちょうど茹で上がったんで、はい、パスタが茹で上がりました。でパスタのお湯をこのソースに入れます。はい、こういう感じですね。で、まあ、高いお湯でバターを溶かします。でこの湯一応ちょっと使うかもしれないんでちょっと取っておいてください。であとはもう捨てていいです。でこういう感じでバターが溶けたらここにパスタを入れます。あえます。でちょっとこの時のポイントがこんくらいちょっと水分があるぐらいが最後仕上げた時にちょうどいいので、普通のパスタよりちょっと水分多い、今回これでちょうどよかったです。はい、で最後仕上げに三つ葉入れて完成です。はい、で今こういう状態で、これ水分足りなかったらさっき取っておいたお湯を足してください。でここに三つ葉、まあなくても美味しいんですけど、あると香りがいいんで、まあお好みで、で入れてサクッと和えて終わりです。明太子をこうまあ切って、うん、そうなんかおかずみたいな感じでパスタと一緒に食べてもいいし、完全に混ぜちゃってもいいし、どっちでもいい。じゃあまずは混ぜずに普通におかずみたいな感じでいただこうかな。あ、そうね、いただきます。いってらっしゃい。絶対に美味しいじゃん。うん、まず明太子は最高。まね、美味しい。うん、すごい合う重さ。青さ、うん、最初食べた時はって思うけど、ね、でもなんかバターっぽいのも感じるし、うん、よーっていう感じで迷う時あるじゃん、パスタ食べる時にどっちにしようかなみたいな、ようにしようかな、和にしようかなみたいな、ちょうどいい真ん中って感じ。なんかパスタってワインかなとかそういう風になるけど、これはなんか何でも合いそう。おつまみみたいな感じでもちょっと食べれる。明太子が、うん、すごい美味しいです。ナポリタンとか結構ガッツリなもの作るとさ、一人前で作るの結構大変だけどさ、うん、明太子は普通にこう一人前として一番作りやすい食材ってか、あれかも。例えばみんなで食べるみたいなことになったとしても、なんか明太子半分とかにしても絶対多分ね、うん、半分ずつ分けて2人で食べても美味しいし。そうね、うんうん。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。